イラボン。はい。ここはどこですか。お墓です。お墓ね。誰のお墓。パパのお墓。パパのお墓ですね。さあ行きましょうか。クリスマス、去年のクリスマス、イラボンはお墓参りを来れなかったね。去年スノーマン作ってて、雪だるまを作ってて、ですけど、お墓来れなかった、ね、お墓行きましょう。もう見えるぞ。あった、ママはすぐわかる。ありましたよ、ありましたよ。ベステモンとベステファンとママがここに入ります。ママもここに死んだらここに入るとかだからイラちゃんはまあ1年に1回まで行かなくても何年かに1回ここ来てさ、ママとパパのお墓見てあげていい？こんな遠くのはるばる北の果てなんですがねえ、綺麗だね。今日は綺麗、本当に綺麗ねえ。人が住んでるんだもんね、こういうとこね。ごめんごめん。じゃあナムナムしていきましょう、ね、今イダポンがパパにお話ししてます。お話できた？できた。本当に？パパなんか言ってた？言わないか。ね、まあでも聞いててくれてるよ。ね、パパ存在するから。ね、肉体失っただけでいるからね。よし。じゃあ行きましょうか。行きましょう。どこどこ？イダポンが四つ葉のクローバーを見、すっごい目だね。ちょっと見えないなこれ。あった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 、本当だ。四つ葉のクローバーをイダポンが見つけました。まあ抜かない方がいいね。ねえすごいね、ここはほら三つ葉だもんね。すごい、イダよく見つけたね。目いいんだねやっぱりね、素晴らしい。買い物はいかがでした？楽しかった、お店がさ少ししかないからね、でも今からイダポンの好きなお店行ってみようか。やった、ねえ自然はいっぱいなんだけどね。本当は昨日ね、本当は雨じゃなかったらちょっと遊びに行こうかなと思ったんだけどさ、雨続きだからね。明日からもうずっと雨だって。まあしょうがないね。今回は短いから滞在が。またクリスマスの時いっぱい行こうよ。うん。ね、何かいいのありますか。あ、ここら辺は赤ちゃんのだな。もうちょっと違うな。全然違う。赤ちゃんじゃありませんね。やってた。ここにもある。でもこういうのってもさ、なんかこう、フィンランドでも手に入るよ。確かに。そうそう。ネイルセット。うん。あるね。うん。何かさ、このほら、ノルウェーのものっていうとさ、まああんまりないんだけどね、ここでしかないものというか、そういうのがあったらいいじゃない。ちょっと帽子持って、はいよ。
やだ、かわいいかわいい、いいじゃない。これはめて毎日寝る。寝るの？これ気に入っちゃった。気に入っちゃった？ここにあった。うん。なんかパンツ。ママさ、どっかでさ、ノルウェーの旗見なかったっけ今回？どこで見たんだっけ？トロムスで見たような気が。あ、お土産品入れ部だ。まあ、またそれはまた。なんかね、パンダよりも猫の方が可愛い。うん、猫の方が可愛いね。もうでもほら、他にももっと種類あったのかもしれない。でも猫可愛い。ママ物がいっぱいで持てないのよ。うん。ん？本当だ。可愛いじゃないか。切ってるママ。行くよ。あんまりないか。ねえ、フローズンのもないね。すごいこれほら。毛糸で編んだんだ。編んだっていうか、ほら、折ったっていうか。ね、民族衣装だよ。すごいね。かわいい。ミタポンの民族衣装、ちっちゃくなっちゃったから、またちょっと考えなきゃいけないね。まあ、でもまた、さて前に来れればいいけど。ぶにゅぶにゅだ。こういうの好きだよね。ねえ、好きだよね。面白いのさ、うん、見せていい、うん、ね、中から出る。すごいね。よし、あとはナスだ。なんかさ、この前なんかなかったっけ、レインボーじゃなくて。ね、あれ空港にあったんだっけ？多分空港。ママ、だってさ、こういうのがバナナ持ってるじゃん。そうだね、これだよ、このバナナ。あ、そうだ、そうだ。スクイーズバナナ。これのお顔版ね。お顔版ね。やっぱりこっちの。やっぱりこっちの方が気持ちいい。気持ちいい。よし、じゃあ行きましょうか。待って。うん。これさ、知ってる。ビーンってね、いや気持ち悪い、それ気持ち悪い。ママそれダメ、それダメ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 、やめてなんで、うん、今日は今から忙しいんですよ、イダくん。あ、ラムネがあるよ、イダ。え、すごい。そうね、ラムネがある。ね、こんなところでラムネが見えるよ。すごいね。メロンとスイカとライチ。そういうのだ。コーラかな。抹茶だ。抹茶でしたね。抹茶。抹茶。すごいね。このところで、じゃあそれだけ買っていきましょう。はい。はい。OK ですか。じゃあ。OK です。はーい。じゃあ出してください。ちょっと見て。ピーチ姫。ピーチ姫が出た。でもこれさ、ちょっとここでから買っていくのはちょっと酷だからさ、向こう戻ってから買おうよ。ほら全部そしたら揃うよ。そうだ、1本全部揃います。じゃあ行きましょう。あ、なんか本はいらない。全然ママ本の存在見なかった。いいですね。よし、じゃあ行きましょう。よかったね。もうね、冬と全然違う光景ですね。はい。もうね、カフェ行きたいけど、今度来ようよ、カフェは。ね、じゃあ行きましょう。
ポンがもうちょっと赤ちゃんだったらいっぱいもうちょっとあったね。まあ赤ちゃんまあ同じだね。大体さヨーロッパはさ同じものを手に入る。ただなノルウェーは EU じゃないからね。そうだからノルウェー独自のものがあるんで食べ物にしてもらうんですよ。最高。お花屋さん見る？お花屋さん見てみる？まあでももう終点を行っちゃったからね。行こうか。うん、ここのお店行ってみる？よし、じゃあ行ってみよう。ほんとね、綺麗ね。さあ行こうか。本当だ、グミのさ、クマさんに似てるね。ねえ。見ちゃおう。見ちゃおう。すごいね。食べたくなっちゃうね。食べたい。よく見つけたね。うん、ここはほら、赤ちゃんが生まれた時にプレゼントする写真だ。ね、赤ちゃん用だな。そうだね。きっとそうじゃない。これがさっきの。あ、そうだね、お外にあったやつだ。こっちはもう大人用だな。多分ここのピンクとかさ、このブルーのはこっちは赤ちゃん用じゃない？赤ちゃん用、うん、生まれた時にプレゼント。なんでさ、普通のさ、子供に追わないの？ん？なんで普通の子供に追わないの？それがここが子供用かな。いや、子供用じゃなくて、生まれた時にこういうのプレゼントする、あ、成功があるよ。成功。ああ、綺麗だね。うん。奥さんも綺麗。もうちょっといいやつね。もうちょっとっていうか、ほら小学校入って少しお姉ちゃんになったら、でも携帯持ったらさ時計いらなくない？確かに、ね、これもいいな。どうすれば？ここ一個見てみよう。ママがさ、子供の時あったじゃん。その時の携帯ってさ、パカッと開ける系だったんでしょ？そうじゃない。開けたい、そう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 。そう、ガラケーって言うんだよ。いや、パカッとも開かなかったな。普通のポチって、子供の時はね、携帯なんかなかったし。でも、そういうパカみたいなやつだった。そうだね、前はそうよ。これも赤ちゃん生まれた時。でもさ、どうやってさ、それでさ、あのさ、時間見れるの？パカッと開ければ見れる。ボタンを押せば見れた。さあ行きましょう。このピンク可愛くないだ。ピンクのグラスが1個だけある。綺麗ね。これはほら、乗り越えて書いてある。持ってた？うん、だからさ、フィンランドのものを売ってるんだよ。ここのものはフィンランドでも買えるね。あ、ムーミー、ムーミー、
ママが大好き。やるよ。これも可愛いね。なんか不思議な感じ。でも綺麗じゃない？これお目目が怖い。多分でもこれドイツとかさ、どっか置くか他の国なんだと思うんだよね。ドイツかイギリスかよくわからないけど、デンマークでした。デンマークでした。まあ確かになくちゃってね。これなんかさ、猫じゃらしみたい。そうね。じゃあ行きましょうか。はい、ね、やっぱりさ、これかわいいね。この場所かわいいね。キャンディーのピザを食いしよう。赤ちゃん用のね、赤ちゃん用の、赤ちゃん用の、まあ、ゆなちゃんがもう少し大きくなったらね。何今舌出てたよ。結構ほらアレルギーとか出ちゃうと嫌じゃない。首にね。行きましょう、ね、今からお出かけだよ。行きましょう。行きましょう。目の保養だね。綺麗だね。